身長美容、さて本日ですけれども、ズバリね、この身長先生の身長診断ですね、2020年7月から始まってますけれども、こちらの、ね、様子をねぜひね皆さんにお伝えさせていただきたいということで、 K さんの方に来ていただきました。よろしくお願いします。ということで、K さんですね、スーパーモニターという形で今回顔出し全部ありで、ね、させていただきますので、まあ、ぜひ、ね、実際にこう身長先生の身長診断受けていただきながら、 YouTube の前の皆さんにですね、まあ、どういったようなところが、気になったかとか、それともぜひ、ね、臨場感を持って伝えられればと思いますので、ぜひご協力の方お願いします。じゃあ実際始めていきましょう。まずじゃあ問診票のね、記載からやっていきましょう。はい、それです。今からですね、実際この問診票の方ですね、こういったのを、書いていただきたいと思いますので、実際に書いたところも、共有していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。身長は何が何でもなりたい身長っていうところで、はい、絶対この数字だけは譲れないっていったところの目標になる身長になりますので、やっぱこの、ね、最終身長がね高いと我々もですね、まあ、レポートの方にですね、まあ、もっと治療した方がいいよとか書いたりしますし、逆に低ければ、もう何もしなくていいよとか、そういうふうに書きますので、結構目標身長は皆さんで、ね、ぜひ注意して書いてください。特にですけど、こういうふうにすでに身長について、はい、相談したことありますかってある場合に関して言うと、まあ、どんなような内容か、ぜひここを細かく記載していただくと、より我々もコメント出しやすくなりますので、はい、まあ、他のとこクリニックで、治療されている方は、ぜひここに、まあ、ちょっと書きにくいんですけど、記載していただけると助かります。はい、今回、プリモバランもすでに他のクリニックで内服されているんですよね。はい、それぜひプリモバラン内服中というふうに記載してください。はい、こちらが思春期症状ですね。やっぱり早熟と晩熟見受けられるときすごく重要ですので、まあ、ここら辺もぜひ皆さんね、事前に準備していただくとよりスムーズだと思います。何ヶ月か分からなくてもいいですので、まあ、前半なのか後半なのか真ん中ぐらいか、それが分かればいいですので、ぜひそこら辺も記載していただくと助かります。で、今回のですね、身長診断の方に関して言うと、一応今までの診察、ちょっと私も忙しすぎて、その成長ホルモン、興味ない人は診察をお断りっていうふうにしてたんですけど、身長診断からね、成長ホルモン興味ない方も一応受けられますので、はい、ここら辺素直に書いていただいて構いませんので、ぜひ皆さんね、素直に記載してください。興味はあるんですけど、すごく金額が、そうですよね、はい、でそういったところもだけど、そんなことも書いていただくと、我々としては、はい、レポート書くときに参考になるかなと思います。情報は多い方がいいですね。はい、成長ホルモンは高額ですからね、やっぱりね。これも思春期コントロールというのはプリモボラン、その通りですね。思春期コントロールというのはプリモボランとかリュープリン治療のことを指しますね。はい、やっぱりサプリメントもやっぱドリンクとか試しては見たんですけど、うんうん、やっぱり味が好みじゃなかったりとか、うんうん、なかなか続けられなくて、そうですね、はい、効果もなかなか出ないことでやめてしまったりとか、うん、やっぱサプリで大事なのは本当に効果があるものを使っていかないと、やっぱりちょっとなかなかそういったものっていうのが少ないので、そこは私としては皆さんに注意かなと。私のクリニックのものが決してですね、美味しくて飲みやすいかと言うと決してそんなことないです正直言うと。私はあんまりそこを気にしなくて、それも効果が高いものを選んでるので、はい、まあ、そこも含めて、まあ、考えていただくといいかと思います。ご両親の身長の欄もですね、ここら辺もそんなに厳密じゃなくていいですので、ぜひ皆さん記載するようにしてください。LINE のデータをお持ちいただいてますか？いや、持ってきてないです。例えばですけど、単位のデータを終わりの方はぜひ、ね、持ってきていただくと、それに対しても、ね、コメント出す場合というか、まあ、とりあえず内容をチェックしますので、ぜひ皆さん持ってくるようにしてください。はい、あとここで我々からちょっとですね、まあ、注意点なんですけども、基本的には、受診した日以降は、データの受付をしておりませんので、後日やっぱりこのデータも解析してほしいって言っても我々も受け付けませんので必ず、ね、受診日までしっかり揃えるようにお願いします。でこちらはですね、実際この問診票の中にこう挟まれているもので、まあ1枚目書いてもらいます。で2枚目の部分にサイン書いてもらって、で3枚目こんなのが入ってます。でこれはですね、今後の身長先生の身長診断の流れが、ね、分かるようになってますね。結構身長診断受けるとどうするのってところで結構皆さん分からない方も多いと思いますので、まあ、これね見ていただくとすぐ分かります。でまずここが今日ってことで、ここですよね。って今日は問診票書いてもらったりだとか、採血してもらったりだとか、レントゲンしてもらったりだとか、あとこの後ね身体測定ってことで、体脂肪測ってもらったりだとか、そういったところもしてもらいます。でその結果が大体2、3週間後に皆さんのご自宅に送られてきます。今回スーパーモニターさんですので、この時にまたタイミングチェックをご覧いただいて撮影させていただきます。でこのタイミングで身長先生のこの身長診断、このボックスが入ってきますので、まあ、これの中にいろんな結果が含まれてるって説明になります。でその結果の中にいろいろ資料を含んでおりますので、まあ、そちらもねまた別の動画で説明できればと思いますけども、それ見て検査のみでいいよって方だったらそのまま何もしなくていいです。ただ、まあ、大体1年に1回ぐらいはね検査を継続的にすることは
我々としてはお勧めしております。であとはまあね、どんどん治療したいよっていう人も多いと思います。そういった方だとこういうふうにもうすぐ最初の薬取っていただいて治療開始していくっていうような形になります。ただ、この治療開始するときは一応33,000円かかりますので、そこをご注意ください。ただ10万円以上の治療費の場合ですと、その33,000円無料になりますので、まあ、実質無料になっていますね。身長治療で10万円以下になることってまずないですので、まあ、基本的にはまず治療前提とされているのであれば、診察料は無料ですよ。ただ話聞きたいだけだとちょっとお金かかっちゃうから、まあ、そこは注意しないってところで、じゃあそれです。早速ですけど今日ね、この後の部分ですね、採血したりレントゲンしたり身長測定したりそういったところに移行していきたいと思います。よろしいでしょうか。はい。椅子座ってもらって、靴下と靴脱ぎます。で、ポケに何か入ってますか？いや、じゃあ靴下と靴脱ぎます。傘をもう一度、はい、こちらの確認をお願いいたします。はい、じゃあ測っていきます。かかとをね、白いの壁のここにぴったりつけて、真ん中立てて、立ててもらって、ちょっとこっちから。そうそうそう。で、ちょっと耳見せて。顎を少し引きましょう。そうそう、それぐらいで、しっかり前向いて何回か測っていきます。ちょっとじっとしててね。 151.2 もう一回測りますね。 151.1 もう一回測りますね。 151.0 ちょっとまっすぐ前見て。 151.0 151.0 で今回撮らせていただきます。こんな感じでまた身長が出てきます。で、ちょっと合ってるか確認するためにこっちでもう一回高さを測りますので、ちょっと測りたいんですけど、そうですね、151.0 で当て合ってますので、はい、私手動と電動で2回測って高さがないか確認してます。今度ここね、かかとをここに合わせて乗ってください。まずですね、体操性分析ですね、インボディという機械を使って行っていきます。そういった動画の前の皆さんね、体重測ったことあるけど体脂肪率測ったことないね、そんな方多いんじゃないでしょうか。お子様はですね、体脂肪率すごく重要になっていきます。特にですけどね、体脂肪率に応じて、必要となってくる栄養素のバランスが変わってきますので、ぜひね、こういった機械を通して測っていきましょう。じゃあ今度は親指をこの銀のところに当てて軽く握ってください。こっちもです。これ動くので自分の好きな角度でまっすぐ脇へと当たらないように、こんな感じにねするように。腕と体が接しないようにしてください。インボディ測定を始めます。インボディ測定は、はい、お疲れ様でした。そしたら靴下と靴履きましょう。でこちらの方針ですね、まあ、繰り返しお伝えなんですけど、私今回動画なら出てますけど、通常私出てきません。ね、普段ドクターの方が問診していただきます。で、繰り返しお伝えなんですけど、身長診断の方でですね、吉田さんへの直接の身長の質問はできませんので、そこ十分ご了承ください。現在ですね、我々の方でこの解析を行ってから質問いただくというふうにして、まあ、やっぱ検査の結果が出ないと我々もちょっとコメント出しにくいってことがありますので、そこ十分ご了承ください。それでは実際問診の方で始めていきたいと思います。じゃまず、お病気はされてますか？すいません。はい。ご家族に大きな病気された方いらっしゃいますか？ないです。はい、ご家族の中で低身長で治療を行った方いらっしゃいますか？ありません。はい、アレルギーはありますか？ないです。はい、お薬は確かプリモボラン、はい、飲んでらっしゃるんですよね。プリモと、漢方ですよね。はい、はい、2錠夜に飲んでます。はいはい、特にですけども、まあ、同様にして他のクリニックさんですでに、ね、身長治療を受けている方も結構いらっしゃると思うので、その場合必ずお伝えください。時確かに何時を飲んでるのかとか、あといつから飲んでるのか、そこによって我々もだいぶ変わってきますので、ぜひそこの点ご注意ください。はい、ということで、まあ、こんな簡便な、ね、問診で終わりますので、皆さんも、ね、こんな感じでご理解ください。指先しびれたりしないですか？はい。気分悪くないですか？はい。はい、振り向きます。はい、おしまいです。ご案内します。入ります。そちらの椅子にこっち向いて座ってください。左手を肘曲げて真ん中に置いてください。指はちょっと開いて、ちょっとそのまま動かさないでください。レントゲンとか手を動かさないようにお願いします。で、次背骨の写真を撮ります。一度じゃ立ち上がっていってください。で、ここにじゃ背中をつけてください。で、もたれかからず自分の力で立っていってもらって、ちょっと両手を抱えてもらっていいですか？ちょっと腰を押さえますね。ごめんなさいね。
はい、じゃ手を下ろしてください。このまま真っ直ぐ立ってくださいね。はい、じゃそのまま動かないでください。はい、終わりです。お疲れ様でした。ありがとうございます。こちらはですね、側腕症がないかチェックしていきます。側腕症強い方に関して言うと、側腕の、ね、専門の外来を受診していただくことを促す場合もあります。はい、ということでお疲れ様でした。ということです。今回では身長先生の身長診断のスーパーモニターの K さんの方に、ね、いらっしゃっていただきました。K さん、名古屋の方から来ていただいたということで、はい、お疲れ様です、はい。車で来たんですかね。車で来ました。はい、遠方からいらっしゃる方も非常に多いと思いますので、ぜひ、ね、気をつけていらっしゃるようにしてください。で、今日は、まあ、動画撮影によって少し、ね、時間かけてやりましたけども、実際にトータルとして大体30分くらいで終わることを、ね、目標としています。で、繰り返しのお伝えなんですけど、身長先生の身長診断ね、今回 YouTube ですね、私登場していきましたけども、通常私出てきませんので、そこも十分ご注意ください。で、こちらの身長先生の身長診断の結果の方です。こちらの方に皆さん今回の検査の結果、大体2、3週間後にお送りしますので、ぜひ楽しみにしてください。で、今回スーパーモニターさんですが、実際のそのね、検査の内容を、開けるシーンも実際撮影していきたいと思います。そこまで十分ご協力お願いします。で、なんかどうですか、感想とかありますか、どうですか。他の、まあ、病院さんで、うん、診察を受けて、うん、まあ、最終身長が160いかないぐらいっていうふうに、まあ、言われたので、うん、まあ、なんとかこの身長が本当なのかっていうのはすごく知りたくて、うん、はい。でやっぱり名古屋とかだと、うん、そういう病気でなければ身長をなかなかしてもらえないので、うん、考え方を変えてください、うん、病気ではないので大丈夫ですって終わってしまうので、うん、そこをなんとか。そうですね、はい、私はですね、本当にその最終身長を予測するとかそういったメソッドは多分他の先生も圧倒的に自信がやっぱりありますし、まあ、私はね、病気じゃないと身長伸ばしたいとかそういうところ専門にしてますので、そこら辺は自信持ってね、お伝えさせていただけると思いますので、まあ、ぜひ結果の方楽しみにしてください。はい、さて本日は、まあ、スーパーモニターさんの、身長診断の、解析の部分ですね、どうやって解析してるのかっていうところ、そこをちょっと説明していきたいというか、まあ、実際こんなことやってるんだよと皆さん共有していきたいと思ってます。で、一言で言うとなんだけど、めちゃめちゃ手間暇かけてますということで、まあ、そこを皆さんに分かっていただけると嬉しいなというか、まあ、このね、身長診断っていうものが、まあ、素晴らしいと私は思ってるんだけど、まあ、それを、ね、皆さんに過程もお見せすることで伝わるんじゃないかなと思って。で、結構ね、ラーメンとかもさ、ペロッと食べちゃうんだけどさ、あれ作るためにすごいさ、ね、ラーメンの職人さんも一生懸命準備してくださったりとかしてると思うんだけど、それ我々も同じで、まあ、皆さんにね、それぞれそのデータをこう解析していくっていうね、その姿を一緒に共有していきたいと思います。で、身長診断に関して言うと、まあ、その、まあ、醍醐味っていうのは、その子がそもそも最終的に何センチになるのかっていうのを予測していくっていうところが、まあ、醍醐味になってきます。じゃあその最終身長ってどうやって予測するのってところで、まあ、いろんな情報があるわけですよね。例えばつい最近ちょうどインスタグラムで、質問を受けた内容だと、所長が来てから何センチ伸びますかって質問を受けたりとかするんだけど、まあ、そういった質問ってなんていうか、もちろん皆さんがそういった疑問を持ってしまうのは分かるんだけど、まあ、ある意味それだけだと正直ってあんまり議論する意味ってないんですよね。そのいろんな要素を加味して最終身長が決まっていくわけですよね。まあ、現在の身長とか、過去の身長とか、あとレントゲン検査とか、あと思春期症状、だから所長っていうのはそのうちの一つでしかないってことね。思春期症状とか、あとは、両親の身長とか、あと採血の項目だと ALP って言って骨の代謝ですよね。まあ、車で言うとスピードみたいなところで、そういったところを見たりとか、そういったのは総合的にこう判断していくことで初めて最終身長が決まるわけですから、まあ、そういうふうにね、いろんな項目を我々見てるんだよ、いろんな項目解析してるんだよって、ね、そこが本日ね、伝わればいいかなというふうに思ってます。じゃあ実際に解析していきましょう。はい、それではね、まあ、カウンセリングシートを使いながらやると何やってるかってすごく分かりやすいと思うので、そこをちょっと一緒に見ていきたいと思います。まずはですね、先ほどお伝えした通り最終身長を予測していきます。で、今回 K さん、まず男の子の方だけど、11歳と9ヶ月の男の子なんでね、さっきお伝えした通り、まあ、いろんな項目で予測していくんだよね。現在の身長とか、過去の身長、レントゲン検査、新規処理、ご両親の身長とか、採血の検査とか、そういったところを加味して最終で予測していくということですね。まず一つ目は、例えばだけど今回であれば11歳と、まあ、9ヶ月 151.0cm っていうところなので、まずこのまま平均的に伸びていったらどうなるかなっていうふうに見ていくと、この表ね、成長シートね、身長先生の成長シートってことで、デザインもね、少しずつレベルアップしてるんだけど、これ真下に下ろしていくとグーッとここの部分ね、
ここですよ、これね。ね、ここね、ぐーっと降りるよと。で、173.6 が 174.5 になるよねってところ。で、これはあくまでも平均的な伸び率なので、まあ、それよりも高くなるケースと低くなるケースがあるので、それらを2番目以降に検討していきますね。ここ次2番目ってことで、じゃあ、昔の身長ってどうなのってことで、まあ、この子に関して言うと、まあ、いわゆる超典型的なタイプだよね。いわゆる早熟って呼ばれるところで、全体俯瞰して見ていくと、明らかにここからなんか大きく右側にシフトしてるんだよね。こうやって見てぐーっと。大体だから10歳ぐらいでなんかすごく成長が早くなったのかなとか、そんなようなことを思います。で、この子はもう問診の時点で、他のクリニックさんでプリモーボランね、新規オクラスロック数を始めてますので、結論としてはまあ早熟だっていうことですね。早熟であることがこのグラフ上もまあ明確ですねっていうことです。なので、これは必ずグラフのタイプとしては、まあ、こういうようなグラフを形成するタイプ。うん、もしかしたらもっと厳しいかもしれないけど、まあ、こういう風なのを形成する。あとは結局はだから、それがどれくらい膨らむのか、どれくらいこう落ち込むのかみたいな、その、曲線で言うと R っていう表現だよね。R を、我々検討していくとか、そんなようなイメージ化になってくると思います。なので、ここの2番目の項目に関しては、まあ、早熟で、まあ、簡単にさ、これがこういう風にいかないよねってこと、こういう風にいかないよってこと、こういうことはならないよってこと、だからどっちかってこっち側に行くんだよっていう説明ね。で、次、レントゲンの検査ってことで、ただ、レントゲンの検査ね、これ結構この子面白いんだよねっていうところで、レントゲンの検査に関して言うと、今回は、11歳と9ヶ月、ほとんど年相応の判定にしてますので、まあ、早熟でも晩熟でもなくて、年相応ってことで、ここからはどちらかというと、この173とか、この真下に降りる可能性が高いってことで、骨年齢からね、骨の年齢から173.6とかになるのかなとか、思ったりもするよねっていうことが、ここからわかります。ではですね、じゃあ骨年齢っていうのをどういうふうに判定してるかっていうのを見ていきたいと思います。で、骨年齢判定するときはよいしょ、こういうふうにアップしていって、こういうふうに骨の形を一つずつ評価していきます。で、例えばこれは頭骨っていう骨なんだけど、これが、まあ、例えば A ランク、B ランク、C ランク、D ランク、E ランク、F ランク、G ランク、いろんなものがあるんですね。で、そのときはですね、こちらの方ですね、日本人の小児の TW2 って骨年齢という、こういった評価、基準を使っていきます。で、これはある意味全国共通みたいな表現ですよね。こういうふうに例えば頭骨であれば全く何もないところから少しずつこう大きくなってきて形を帯びてくるっていう表現になっていきます。で、例えばなんだけど、これちょっと面白いんだよね。これね、単純に大きくなっていびつになっていくんだよね、基本的にいびつにね。で、こういうふうに線が入ってって書いてある、これ面白いんだよ。線が入ってる、これはまあ新潮先生の YouTube めちゃ見てる人とわかると思うんだけど、これは何を意味してるかっていうと、骨が立体的になってきたって意味だよね。立体的にね、まあ、これは立体構造が進んできたと。で、これがこういうふうにギザギザ入ってた立体構造がさらに進んできてるよねっていうことですね。で、その構造化がどんどんどん進んでいくにつれてこういうふうになっていくと。で、そして最終段階としてはこういうふうに骨が閉じてくるっていう説明になっていきます。じゃあ例えば、じゃあこの子のレントゲンを見ていくと、ここを明らかにこう立体構造化がもうすでに進んでるね。ここもすごく進んでるよねってところで、ここがすごく重要で、ここが例えばなんだけど、今回であればこういうふうに見た時にね、ここが二重構造になってると G ランクで、二重構造になってると F ランクってことだから、F か G かで迷うってこと、これに関してはね。で、今回に関して言うと、これは、まあ、ちょうど中間ぐらいですね。結局なぜかと言われればなんだけど、ここがもう少しはっきりしてくると、どの段階でも限りなく G というふうに言い切れるんだけど、これがちょっとこう例えばこうティルトがかかってくると、少しここが、G に見えたりとか見えなかったりとかっていう現象が起きるんですね。なんでこれは F と G の間ぐらいというふうにですね、同様にこちらの方も同じようにして見ていきます。で、こちらの方に関して言うと、ここの構造化が進んでいくと F なんだけど、そっちの方が弱いんだけど、ここの重なりは強いか、こっちは G ってこと。これはだから F と G の間ぐらいっていうところで、ただまあ G でしょうね、基本的にはね。っていうような感じで、これを13個のね、骨を最終的にチェックしていきます。ということで、それをもう細かく評価したのはこちらってことで、まあ FG、FG、FFG、FEF、EFF、FF っていうの。こういう風にして評価を行っていきます。この骨年齢を評価するだけでもね、まあね、10分ぐらい。まあ私なんか慣れてるから2、3分で終わるけど、だけど慣れてないお医者さんとかだと10分ぐらいかかりますね。で、しかも、まあなんていうのかな、これまた難しいね。さっ
っき見てもらったら分かるけどさ、 F と取るのか G と取るのかってすごく曖昧だから、そういったのをどういうふうに取っていくかっていうところと、あとこれは総合的に見てそれを最終的に、どういうふうな着地点とするかっていうのはすごく難しいところになります。でこれに対して、今度はこのキャスマスっていうかここの部分ね、ここの部分ね、ここの部分をどういうふうに評価してるかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。先ほどですね、目視でどういうふうに評価するかっていうところをお話ししていきまして、さらになんだけどこちらの方はこうキャスマスっていうシステムを使っていきます。でこちらの方は比較的自動で評価していくっていうところで、これ何やってるかっていうと、さっきの骨のこういうサイズを見ていくわけ。このサイズをね、サイズを見ていくことによってどうなるかなとか、こういうふうにこの第三末節骨のこの幅がどうなってるかとか、そういったところを実際計測して骨年齢っていうのを出していきます。で骨年齢を見て、どうなるかなってことですね。でここにね、予測最終身長って書いたんだけど、でこれはなんかね、パソコン上でももう少し数字が出せるんだけど、私からするとね、極めてちょっと精度が低いので、これは皆さんご放念くださいって書いてあるんだけど、一言で無視していただいて大丈夫です。でちょっと実際にこのキャスマスっていうのはどういうふうに解析してるかっていうのを見に行きましょう。レッツゴー。はい、それで先ほど最初通り、骨年齢の解析は我々の目視の方でもやってて、あれもね結構ね本当に10分とか15分とかかけながらやっていって、でさらにそれを、また別の視点ということで、放射線技師さんと一緒に解析をして、一緒にという変化な、というよりは放射線技師さんに結構フラットに解析してもらうという形ですね。はい、じゃあ実際ちょっと画面の方見ていきましょう。それではですね、実際にこの解析しているところを見せてください。どうやってるんですかこれは。これは今第三指左手の中指に今、それを測定しています。はい、この点が出てくる、これは何ですか。これはこれがその骨の骨端線の、骨軸の位置を今設定しています。骨軸の位置を設定して、これが機械のオート設定だとずれているので、これを目視で我々がこう設定しているって形ですね。こういうのもね、簡単にできないですよね、やっぱりね。そうですね、かなり難しいですね。慣れが必要だよね。そうですね、うちはやっぱりこれいっぱいやってるからね。今、指先の先っぽのところだったので、次は中指の真ん中のところですね。こういう形でこう一つ一つの指でねやっていくっていうような形ですね。でこれはもうデモンストレーションなので、もう実際もうこれ終わってるんですけど、改めてちょっと今デモでやってもらってますけどね。結構私の方でいろいろ見てると、他のクリニックさんで骨年齢がこんな風に言われましたってこと結構言われたりとかお話されるんだけど、結構間違ってること多いですね、やっぱりね。これがやっぱりこうしっかりと解析していくっていうのが大事かなと思ってます。私とりあえずね、性格が細かいんですよね、成長シートとかもそうだけど、ということですね。こういうふうにして出てきて、こういう年齢が出てくると、これデモンストレーションでさっき の実測の数字ちょっと変わるんだけど、大体こんな感じで見ていくよっていうところです。どうですか最後に、これのなんか難しい点というか、工夫してる点とかあればちょっと共有してください。はい、骨の成長が人によってやっぱり全然違うので、それによってかなり微妙なこのドットのこのちょっとずれちゃうだけでも骨年齢がかなり変わってしまうので、これ見極めがかなり経験と技術が必要になってきますね。やっぱ当院だと、ね、そういったね経験が多いですからね、そういったところが正確に測れるんじゃないでしょうか。はい、ということですね、今ほどお伝えしたように、この11歳9ヶ月ですというふうに言うだけでもね、本当に何十分もかけて我々の方やってます。分数もそうだし、やっぱり経験数も大事だと思います。ので、他の病院さんで結構何歳何ヶ月ですよって言われて、私の方で見てそれ全然違うじゃんって思ったりすることも多いですので、やっぱそこ一つ一つに我々の、技術知識っていうのが濃縮されていると、そういうふうにご理解いただくんじゃないかなというふうに思います。じゃあ先進めていきましょう。ということで側腕症ね、今回に関してはこれはほぼなしみたいな表現かなと思うんだけど、ほぼなしみたいな表現でいいと思います。で、次が思春期症状ってことで、思春期症状に関して言うと、問診票の方に記載していただいてるはずです。なので、ここでね、すごく皆さんその問診票が重要だってのをお分かりいただけると思います。今回陰毛がですね、10歳と6ヶ月になるので、で声変わりが11歳0ヶ月で、これがね重要で、一番ね いつも言ってるけど、ね、この2つが重要。これを表で当てはめてみると、こういったところだよね、やっぱりね。で、かなり早発症に近いレベルで早熟だっていうところになるので、こういったところを表を見ていきます。なので、ここはやっぱ早熟だよねってところです。なので、今回に関してはここがやっぱクリティカルに早いので、やっぱかなり注意が必要というか、積極的に治療を、してもいいのかなとか、そんなことも思っておりました。実践もされてるそうですけど。次がご両親の身長ということで、お父さんの身長、たすお母さんの身長。
身長は足す 13÷2 っていうかこの式ですね、これを当てはめていくっていうことですね。で今回に関しては遺伝身長が 171.0 っていうところなので、まあ、こういったところですね。でこれらを踏まえて最終的に何センチになるのというところを考えていきたいと思います。ということで最終予測を出していきたいと思います。で、今回のこの症例に関して言うと、まあまあ結構その予測も、まあ、難しいというか、まあ、いろんな見方ができるのかなっていうところになるんだけど、これ早発すごく早いんだけど骨年齢が進んでないんだよね。だから今後すごく進んでくるんだろうなとか、そんなことを思ったりもします。で、例えば春期早発症の場合だと一つの目安がやっぱ160センチとかになるから、まあ、これに関して160から165.3 ぐらいの予測で今出してるのか。でこちらが、まあ、あの治療の概念図なんだけど、縦軸が伸び率で横軸が時間軸だった場合にそのお子さんの最終身長ってこの面積で表されるんですね。この面積を最大化することが、まあ、当然目的になっていきます。で成長ホルモンをやったりするぐっと伸び下がるよとか、でサプリメントをするぐっと伸び下がるよということで、黒い面積が大きくなったよねということで、改善するんです。なのでこういった治療っていうのはこの縦軸を改善するっていうのが目的で、伸び率を改善するっていう表現ですね。それに対して春期が早く出てるっていうのはこの山のピークがこう手前側に出ていくことを意味しますので、そうするとこの赤い面積というと黒い面積より小さいのお分かりいただけますからね。これを改善するのが春期を遅らせるお薬、こちらまで横軸を改善する、そういったような薬になってきますので、縦軸と横軸の改善をすることによって面積が最大化していくというのは皆さんもお分かりいただけると思います。例えばなんだけど、まあ、この縦軸を改善しましたってなってくると、こういう風な足し算的な考え方になってくるんだよね。3たす3たす3は9みたいな。ただ縦軸と横軸を改善するとそれがシナジーが生まれるんだよね。そうこんな感じでね、 3×3×3 ってことで27ってことで、これ全然数字違うねってことで、こういうふうにこう縦軸と横軸をまあ立体的にというか、こういうふうに改善していくことがすごく重要になってくるので、今回に関してこう治療効果は大きいです。まあ、一応おそらくレポート上これ3から10というふうに表現しようかなと思うんだけど、もう実際問題あの15センチ差が出るパターンもあります。ただお分かりいただける通り、ここのまずこの予測がかなりもともとブレブレなので、そこもちょっと難しいです表現としてはね。ということで、まあ、この成長シートの方をちょっと最終的に私の修正していきたいと思います。まあ、こうやって基本的にはまずコンサルタントの人に、まず仮のデータを作ってもらって、それを私が最後修正していくっていうような形になります。でこの部分で今回だからもうちょっと、振れ幅は大きいよねってことですね。なのでここの数字も変わってくるというような形で、これでじゃあ印刷していきたいと思います。はい、でこれでね、もう成長シートの方で私の方の承認もう終わったら、私の方でこの承認の判子をしていきますということで、ハンコもね、これはいわゆるシャバンって呼ばれるやつなんだけど、今後もうちょっと可愛いのを作りたいなと思ってますので、身長先生ハンコみたいなね。というこのハンコがおっしゃるっていうのは私がちゃんとチェックしてるっていう意味になりますので、ぜひ皆さんもね見てみてください。で今の、その解析、まあ、おおむね最終予測の解析が終わって、まあ、大体どれくらい伸びるかなみたいなところの解析も終わって、で今度はこれに実際に、皆さんにこうねパーソナライズされたものを作っていくんだけど、それを、今から文章を作成していきたいと思います。であとはこっちの方の採血のレポート、こちらの方も、まあ、同時に、並行して採血のレポートも作っていくような形になりますの で一緒に見ていきましょう。で今のが、まあ、大まかなまとめ でこれは今度でさっきお伝えしたように概要の資料を作成して、でこんな風にしても、ね、たくさんいっぱいあるん でこれはもうコンサルタントが事前に私になり代わって作成してくれたので、これを今から私の方で修正していくような形になります。本当に本当たくさんすごく仕事がありますので、コンサルタントぜひ、ね、募集してますので、振るって応募をお待ちしてます。で今回チェックするのはここの部分ですね。で検査結果のまとめということ でいつもお伝えしている通りというか、まあね、結局身長って超難しいじゃないですかね。なのでこれの中の特にこの4ページ目だけ読めば分かるようにできるだけしようとしてますので、まあ、そこに一応皆さんそこだけは目を通すようにしてください。でそこの文章を今から作っていきます。で、今回は例えばだけど、今回は実年齢11歳9ヶ月ですね。骨の年齢が11歳9ヶ月、通常は早熟のここの値が高くなることが多いはずです。なのでここら辺がちょっといつもと違うなと思いながら話を進めていきます。で次はプリモボロンによって骨の年齢は抑えられている印象ですということで、例えばプリモボロンを使用していればここが進みませんので、こういったこと言えるんだけれども、これは間違ってて、この子に関して言うとプリモボロンを始めたのは、そんなずっと前からじゃなくて結構最近始めたっていう話だったと思うんだよね。3ヶ月前だからこれはないね。これね、こういったのは間違いなので、こういうのを修正していきま
ります。次、思春期症状の発雷時期とテストステロンの検出時期の超早熟判定。これは間違いないね。で、これに関して言うと、まあ、もっと例えばだけど、思春期早発症レベル並みにとかって単語をつけてもいいかもしれない。ちょっとつけておきましょうかね。成長シートも、まあ、11歳頃からって書いてある。まあ、さっき私の見ると、まあ、10歳ぐらいって表現したけど、まあ、ここはどっちでも、同じような意味合いなんだけど、まあ、11歳ぐらいから成長図伸びてより矛盾ないでしょう。あと、採血のデータです。採血のデータなんだけど、こちらの亜鉛ね、これ、80から130だし60、これ低いよね、やっぱり。これは補充してあげた方がいいよねってところし、ビタミン D もこれ40以上にしてあげたいんだ、18しかないから、こういったのもやっぱり改善していきたいよねと思うし、あと、鉄に関してはまずフェリチンね、フェリチン、これも随分低いね、これ17か320の基準値で18しかないから、この子に関して言うと、早熟でもあり、なおかつ、栄養状態も悪いってところで、これやっぱり栄養補充も必ず行った方がいいっていう部署が入ってきますね。それとして、あとはですね、まあ、いわゆる異常がないかってこと、成長ホルモンは、このソマトメジンに与えますので、こういったのに異常がないかとか、あと甲状腺ですね。甲状腺は TSH、FT4、FT3 とこういったところを見ていきますので、こういったところももちろん異常がないですね。ということですね。であとは、腎機能、このクレアチニンって値です。これはね、子供の場合だって低く出るんだけど、低い分には問題ありませんので、そこ心配しないです。あとこっちは肝臓ですね。AST とか ALT でこういったところは肝臓で、肝臓にも異常がないよねとか、あとはまあ、これ糖尿病がないかとか、そういったのを我々チェックしますね。糖尿病があったら成長ホルモン治療はできないので、まあ、こういった糖尿病がないかとか、そういったところもチェックしていきます。あとは、採血の方だと、よいしょ、こういうふうに白血病がないかとか、この子に関して言うと、これ、大人と比べると、やや貧血状態ということで、やっぱ鉄もっと摂取させた方がいいよねとか、そんなようなタイプです。で、これも子供の基準としては別に貧血じゃない、そこはちょっと厳密にちょっと違うんだけど、まあ、だけどそういったところね。男性ホルモンが 0.12 っていうことで、これね、けど結論がやっぱある程度抑えられてるというふうに、推定もされます。というのは、この、ちょっと細かいんだけど、この値とか見ると、MHFSH ってこれがテストステロンに関連するホルモンなんで、これから見ると、やっぱプリモホルモンの効果おそらく出てるなっていうところと、あとは2錠っていう内服量から見ても、おそらくこれね、2とかぐらいあったのかなとか、そんなことも想像したりもします。まあ、それはあくまで、推論なんだけど、まあ、なんとなくそんなような感じですね。病的な側面はないけども、まあ、年に1回ぐらいフォローしましょうねと。で、治療としては、成長ホルモンとか、春季コントロールするお薬とか、まあ、サプリとかをやるといいでしょうと。で、最終予測は、話すとここね、160.0 から160、今回で 8.5 ですよね。身長先生式成長ホルモンやると3回上乗せ10センチぐらいできるというふうに言ってもいいと思います。で、今回は目標175って書いてあるので、まあ、なかなか、175に関して言うと、まあ、難しいタイプにはなりますね。これはだけど、まあ、もうちょっと今回優しくしてもいいかな。だから今何を作ったかっていうと、これの中の、この4ページ目の部分ね。ここの部分ね。で、ここを今作成したという形で、ね。まあ、先ほどお伝えした通り、ベースはああいうふうにコンサルタントで作成してしまって、私のね、承認というか、チェックをしていくような形になります。なので、コンサルタントの仕事、本当たくさんありますので、コンサルタントの応募をたくさんお待ちしています。まあね、めちゃめちゃ勉強してもらうような形になるんだけど、ぜひね、そういったの協力してください。で、こういうふうに、今、ページをここ作りまして、ここからさらになんだけど、こういったところとかの文章を作成していくような形になります。で、今回、ここが 168.5 に収集。になるので、ここがミニマムの値が変わってくるんでね、ミニマムの値が 6.5 から15センチですね。次がこの10ページ目という、逆に言うとそれ以外のページは皆さん同じページが流れるってことね。10ページ目のここの部分ですね、どれくらいの治療効果が得られるのかっていうのを、やっていきますね。ここは3から10で、身長先生的春季コントロールだけ、いわゆるプリモホルモンだけでも今回は最大確かに5センチぐらいの差が、見込めます。通常ここ5センチで書く機会も少ないんですけど、今回ぐらい、春季が早く出てるとここの差も大きく出ます。でサプリマシが、まあ、1から2センチぐらいという表現でいいかなと、こういったところですね。でここに関して、今回に関してここは3から10で、ここがまあ1から5、ここが1から2ぐらいとかですね。こういったのを、まあ、毎回毎回こうパーソナライズにチェックしていきます。で、これを全部後でもう一回でこのこカルテでチェックしたものを、あとはスタッフがこちらの方にドドドドとこうやってまた、転載コピーしていくような形になる。結構だから大変なんだよね、とりあえずね。で、あとはまあお金の計算だよね。これは計算してもらうだけになる。で、さっきお伝えしたこの採血の項目ですね。これはさっきちょっと行動でも説明したけども、まあ、成長ホルモンね。これに関しては異常ないよってところと、ALP、皆さんご存知だよね、ALP ね。ALP どうかなってところで、まあ、これも普通でしょう。まあ、亜鉛も60低いね、ビタミン D 低いね、ここら辺はまあ定番で低いってところで、まあ、補充してた方がいいよねという、こういったのもチェックしていってですね、フェリチンの値は先ほどお伝えした通りね、17から321で18しかないから、まあ、かなり低いってことですね。TIBC も、まあ、これはそんなに思ったより高くないね。ただこれは高いと、欠乏してるってことです。こういったのもチェックして、あと血色素測定、甲状腺、テストステロン、ここ先ほどチェックしたので十分と思います。
はい、あとはね、体組成分析とかもチェックしていきます。で、今回は、まあ、特にこれで体組成分析で我々の私はよく見て体脂肪率ですね。この場合は 7.1% ですので、まあ、ここから少しずつこの、まあ、同化と以下の話結構よくするんだけど、そのアナボリックとカタボリックって言うんだけど、それのイメージしながら、まあちょっと、まあ脂肪は少し少ないかなってことで、まあ、この会社はまあ脂肪はあまり制限せずにこれからもバシバシ摂取していくようになります。例えば牛乳とかそういったのも摂取してくれたところで、そういったところもまあ重要になります。例えば、体脂肪が高かったりすると、あんまり高すぎたりすると、さっきの新潮先生のコメントってところで私は体脂肪高すぎるか注意しないとか、そういったコメントも出します。今回に関しては、まあ、特にまあこれでいいんじゃないかなっていうところだと思います。今ですね、これで私のこの承認が終わりましたね。コンサルタントがいわゆる下書きを作ってくれて、私の方でここが合ってる、間違ってるってこういうふうにチェックしてって、でそれで皆さんの手元にお届けるために、さらにこれを今度こっちの方に見やすい資料に記載を、まあ、こちらスタッフの方にやってもらいますので、まあ、とりあえずもうスタッフの仕事めちゃめちゃ多いですので、まあ、ぜひね、ご応募お待ちしています。じゃあここからね、まあ、記載の方ね、やっていくんですけど、ちょっとね、ここでコンサルタントにちょっと質問なんだけど、どうですかこれ、記載するとこれ何分くらいかかる？ここからさらにこれに、返済していくの何分ぐらいかかりますか？大体2、30分かかります。そうだね、ここからさらに30分かけてということで、まあ、ここから記載したものを最初にこのいつものボックスですね、このボックスに入れて皆さんのところにお届けします。で最初にこの中にね、まあ、いろんなレポートがメインだと思うんだけど、レポートと各種の資料と、あとサプリメントと、あと身長計ですね、そちらの方も送っていくような形になりますので、結果の方ね、楽しみにしてください。そしたらね、この実際の内容を開封するところも今後撮影していきますので、そちらも楽しみにしてください。今日はですね、新潮先生の新潮診断のですね、スーパーモニターさんですね、ケイさんですね、よろしくお願いします。お願いします。名古屋からいらっしゃっていただいてると思うんですけど、はい、間違いございませんでしたかね、ということで、名古屋にもね、新潮先生の新潮診断受けられるといいなとかって思いながら撮影していますね。ご協力いただける先生ね、ぜひ探してますので、よろしくお願いします。さて、ということで、今日はね、ぜひ開封なんですけども、じゃあ開封していきたいと思いますので、ケイさんね、ちょっともう一回簡単に振り返ると、11歳と、検査を受けた時点では9ヶ月ですね。なので、まあ、いわゆるね、早い子だと春季に入ってしまっている。で、まあ、遅い子だとまだ春季に入っていないというところで、まあ、そういった春季症状がですね、実際に、採血上どういった値になっているかとか、そういったところを見ながら、最終身長も予測しながらということですね。今回はですね、ご両親の、お子様の最終的な予測が160センチというふうに記載してありますね。結構低めの予測ですね。なんかそれは背景がありますでしょうか。名古屋の病院で、血液検査をして、まあ、最終身長160センチですよ、ということは診断をしました。そうですよね。でそれでもうすでにそのプリモご覧の方ね、はい、始めていただいてるってところで、まあ、そこの、まあ、その、まあ、名古屋の先生の見解はもちろんそれぞれ素晴らしいと思うんですけど、一応ね、私の見解もということで、ぜひ、ね、ご覧いただければと思います。よろしいでしょうか。じゃあぜひ、ここから見ていきましょう。はい、それではですね、新潮先生の新潮診断でこのキットですね、こちら通常は、皆さんのご自宅に届きます。ただですね、まあ、今回、まあ、モニターさんでいらっしゃいますので、まあ、直接来ていただいたような形になりますけども、よろしいでしょうか。でこちらの方開けていきましょう。じゃあ実際開けてみましょう。でここにですね、まあ、ステップ1、2、3、4と書いてありますので、まあ、皆さん一応です、ここの指示に従って、開けるようにしてください。で、こちら側に実際のものが入ってます。で、こういうふうになんか今後の流れだったりだとか、こういう身長差で身長診断の結果とか、あとサプリメントの内容とか、あと正常診断の使い方ですね。まあ、これはご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、正常診断の使い方とか、実際のお子様の、オリジナルの成長シートと、あと採血の結果と、レントゲンの検査と、まあ、各種検査です。ここに他の検査も入ってますけども、あとサプリメントとか、あとは、オリジナル身長計算、これはついに最近届いたんですけど、ということで、まあ、こういったものを、お入れしておりますので、このステップに応じて見ていきたいと思います。そしたらこちらの方です。ちょっと今日私が主導してやっちゃうんですけども、ステップ1っていうふうに記載してあります。まずはですね、こんないろんな資料があるんですけども、その中でも、この資料ですね、この資料。新潮先生の新潮診断の結果概要資料ってことで、こちらの方にね、皆さんお名前が入ってます。お名前が入ってますので、各個人個人に対して、俺の方で個別に、オーダーメイドで作った資料になってますね。これ、みんな固定の資料なんじゃないかと思われちゃってて、ちょっとそこら辺私今後デザインのちょっと修正をしなくちゃいけないかなとか思ったりするんだけど、特に4ページ目があなたの身長って重要な項目ですよってことなので、この4ページ目は読んでいただきたいような形になります。じゃあこちらの方で実際一緒に見ていきましょう。1ページ目ってことで、これはただこの資料はどういった資料かってことで、まあ、身長診断の結果とか、まあ、説明が書いてあって、今後流れが書いてあるよって説明になります。で最終身長はですね、まあ、これ皆さんももう ご理解いただいている方多いと思うんですけども、まあ、適当に予測してるわけじゃなくて、我々の方で、メソッドを、まあ、開発してというのがいいかわかんないですけど、まあ、たくさん見てる中で、やり方を
も見つかってきて、そういった方法で先生が適当にやってないやってことでね。そういうことですね。はい、お伝えした通り4ページ目が一番重要ということで、ここですね。じゃあ実際少し読んでいきましょう。じゃあね、こことか新潮先生からのコメントって、これ実際私の方で作成しています。で、これを作成している過程もですね、動画の方にしておりますので、そういったところも参考にしてください。こういったのを作成するにあたってですね、私だけの力ではなくてですね、レントゲン技師さん、とかですね、あとはコンサルタントとか、ね、そういったのが下準備をしてくれて、それで私が最終チェックをして、それをさらにこれ書き込んでってことで、まあ、かなりですね、まあ、程度が混んで、書いてくる内容になりますので、そこで十分ご理解いただければと思います。じゃあ実際読んでいきましょうとですね。検査結果のまとめということで、今回は実年齢11歳9ヶ月に対して、骨年齢は11歳9ヶ月でしたって説明になりますので、実は、レントゲンはそんなに早熟じゃなかったよって説明になりますよ。次、春季症状、発雷時期とテストステロンの検出時期より、春季早発症に並んで超早熟判定となりますということで、ここに関して言うと、おそらく前の先生と同じような判定になってくるんじゃないかなと思います。成長シート上も11歳頃から成長が伸びており、矛盾にありませんということで、次、亜鉛、鉄、ビタミン D、すべて理想値よりも低く、栄養補充を早期に行った方がいいでしょう。成長ホルモン、甲状腺、腎機能、肝機能、その他の異常を認めておりません。病的な、側弯症もありませんが、まあ、1年に1回程度のフォローをお勧めします。次、成長ホルモン、周囲コントロール薬、サプリメントに適用がありますと。最終予測は 160.0 が 168.5 ですよってところで、前の先生よりおそらく少し高めの予想も入ってるかなというふうに思います。ここもどうしてこういうふうな結果になっているかも説明していきます。次、新潮先生式成長ホルモン治療の治療効果ということで、新潮先生式成長ホルモン治療やると3から10センチ上乗せが期待できますよとですね、目標身長175センチというふうに記載があるんだけど、全ての治療を行っても到達するのは難しい目標となっているので、目標の身長の再設定をお願いしますと。これも結構重要なので一応読んでいきたいと思います。最終身長並びに治療効果の予測は数値を保証するものではございませんと。まあ、これ皆さん誰も今のところ文句言う人いないので大丈夫だと思うんですけど、一応記載しています。さらなる身長治療の発展を目指し、今後予測の精度を上げるためにも、まあ、成人を迎えましたらぜひね、実際何センチになったかというところをご連絡くださいということで、私ね、これちょっとまたこの後もいろいろ話をするんですけども、今後ですね、私としてはまあ、トールジャパン、日本人の平均値を本当に10センチ上乗せしていきたいというふうに考えてますので、皆さんの協力も経ながら、データを集めていくっていうことがすごく重要ですので、まあ、そういったところですね、もう無料でできる範囲で構いませんので、そういったご協力もぜひお願いしますということで、こう4ページ目こういうふうに記載ありましたということで、はい、じゃあちょっとですね、実際にこちらのコメントが出たんですけども、このコメントを踏まえてどの感想を持ったかちょっと聞かせていただいてもよろしいですか。はい、実際、まあ、名古屋では160センチ行くか行かないかっていう診断を受けてたので、覚悟はしてたんですけど、まあ、ちょっと予想よりは高かったので、はい、まあ、そこは良かったかなっていうところですね。良かったかなと思います。で、まあ、まあ、治療をすると、まあ、最大10センチ上乗せできるっていうふうに、お聞きしてたんですけど、すべ、ね、ての治療到達するのが難しい目標というのは、ちょっと残念だなという気持ちですね。そうですね、ちょっと、まあ、それが実際リアルな感想だと思います。それでは4ページの続きを見ていきましょう。何が書いてあるかなって感じですね。で、こちらの方は、この、ね、今のやつを可視化したので、175が目標だとすると、最大で15センチの差があるんですよっていうところですね。そこをご理解ください。で、ここら辺は一般的な治療の内容の説明になってて、身長治療ってどういうふうにして伸ばすのっていうところで、まあ、ご理解いただいている方も結構私の動画見てる方多いので、多いんですけど、ちょっと簡単に説明させてください。縦軸が伸び率、で、横軸が時間軸だった場合に、そのお子さんの最終身長というのはこの面積で表されるので、この面積を最大化するってことが我々の目的になってきます。で、今回に関して言うと、このグラフの頂点が周期が早くなるということはこういう風になるわけですね。そうするとこの赤い面積って黒い面積が小さいですよねということで、この面積がどういう風にして最大化してるかってことが問題になってきます。で、成長ホルモンをやったりすると縦軸の伸び率を改善させることができます。で、周期遅らせろってですね、まあ、セーブプリモーラーやっていただいてますけど、そういったのだと横軸が改善せよとか、この面積横幅に大きくなるっていう、こういうイメージかなですね。あとはサプリメントとか、サプリメントも当然ですけど縦軸を改善していくというところの、まずは概要の説明になっていきます。まあ、これも同じ内容ですね。成長ホルモンというのはこう縦軸をしっかりと伸ばしてあげる治療ですよとですね、面積大きくなりますよねとかですね、横軸を伸ばす春季を遅らせる、そしてサプリメントも縦軸ということですね。で、これらをですね、複合的に行うことによって最終身長を大きく改善していきます。で、ここはまた個別治療になっていきます。で、個別治療ですけど、ここはですね、まず成長ホルモン、ね、新潮先生成長ホルモン治療と最大10センチぐらい改善する。
くよということですね。で次は、今やっていただいているような治療だと最大今回です5センチぐらいの改善が見込めます。ここも個別によってかなりデータが変わってきますね。今回に関しては幸いにも始めている時期が結構早い方ですので、結構ここの最大値がブレやすいです。ただこれが例えば来年ぐらいから始めたりするとなかなかこんな差が出ないかなというところですね。であとはまあサプリメントの治療に関して言うと、まあ、これは上乗せがまあ1から2センチというふうに記載があるんですけど、これ小さく感じる方も多いんですけども、ただそもそもですけど160になるのか 168.5 になるのかの話違うと思うので、どこから上乗せするのかっていうところが重要になってくるので、サプリメントに関して言うと160に行く可能性を減らしてあげて 168.5 に行かせる可能性を上げてあげるとかですね、そういった側面があるので、ここはあんまり甘く見ない方がいいと思います。まあ栄養補充して体に損があるなんてとても思えないですから、まあそこら辺はこういった数字のマジックに劣らされないようにご注意ください。費用に関してはここはちょっと残念だけどやっぱ高額で、まあ身長性に成長ホルモン治療ってことでもやっぱ500万ぐらいかかる年間でですね、なので推奨2年間ぐらいになってくるので、まあ2年間で1000万円かかってくるような形なので、やっぱこれは高いというふうに言わざるを得ないと思います。次、春季遅らせる薬ってことで、これはリュープリム込みの金額なので実際ここまでかかりません。ただ一応ここまでできるよという説明になっていきますので、実際的には大体80万ぐらいです。年間80万ぐらいかけてやっていきます。これは、サプリメントとかも含めた金額になっていきます。ただ、必ずサプリメントとかと複合してやるってことが重要になってくるので、まあ、そこもポイントですね。で、サプリメントだけの場合は年間40万ぐらいです。まあ、大体こういったようなに関して500万か80万か40万、まあ、この3つのプランから、まあ、皆さん考えてくださいねというふうにご理解ください。で、ここからが、まあ、今後の流れですね。まあ、今はですね、こういうふうに身長先生の身長診断を受けていただいた流れになります。で、これの結果見て、まあ、例えばですけど、目標が170センチで、予測が175センチの人とか、こういう方もいらっしゃるわけですね。こういった方に関して言うと、多分何もしなくていいっていう話になるので、まあ、1年に1回ぐらい検査されたらいかがでしょうかっていうところになります。で、そうじゃなくて170センチなんだけど、170センチは目標なので160センチ。まあ、今回もこういうふうに目標に乖離があるわけです。なので、ここ何か介入したいなというふうにいろいろ思ったりもするわけです。で、その中で、もうね、治療する気満々であって人に関して言うと、私の診察のご予約も取られてください。そうすると、そのまますぐ治療が始まります。ただ、まだちょっと私に相談するには、ちょっとドキドキドキって方も多いと思うので、そういった方はまず勉強してねというふうにお話をしています。で、勉強するとしては、身長先生、身長塾っていうのをやっています。次、じゃあこれもこんなのやってみましょうね。ホームワークってことで、身長についてぜひご家族でセルフチェックしてみましょうってことで、我々としては、別に身長治療ってやんなくちゃいけないものではないというふうにお伝えしています。ね、病気ではないですから、まあ、その中でどういうふうにするかってところで、まあ、そういったのが考えるきっかけとして、こういったのは少しでも半分お遊びですけどやっていきましょうかね。はい、お母さんにとってですね、身長って人生の重要だと思いますか？どうですか？重要だと思います。イエスにしましょうかね。はい、次、ものすごく身長を伸ばしてあげたい。どうですか？そういったあげたいです。ね、次、目標身長を引く、まあ、予測身長が5センチ以上だってことで、今回どれぐらいの乖離だったかなってもう一回見ていきましょう。そうすると、6.5 から10 15センチってことで、結構乖離が大きい方ですね。で、これもイエスになってきます。身長先生式成長ホルモン治療に効果が3センチ以上見込めるってことで、今回に関して言うとね、迷ったら4ページ目見てくださいね、皆さんね。この部分ね、3から10センチの上乗せができるよっていうことで、まあ、これもイエスっていうところになります。まあ、病的な異常がないってことで、これも特にないと思います。身長伸ばして海外で活躍すると、これはどうですか？ないです。これはノーにしましょうかね。身長伸ばして自信にあふれた人生を送れて、これどうですか？イエスですよ、私は。次、身長伸ばしてかっこいい大人になりたい、これどうですか？うん。次、両親の身長は低く子供にも悩んでほしくない、これはどうですか？お父さんお母さんは高いでしょ、低いでしょ、平均です。じゃあこれはノーかな、はい、というところで、まあ、イエスの数ってことで 1,2,3,4,5,6,7 個なんていうところになって、で1個以上だったら治療検討しましょうと書いてあるんだけど、まあ、これはそのね、皆さん考える機会を持ってほしいという、ね、意味合いになってきます。まあ、少なくともやっぱりこういった理由を持って治療すべきだというふうにお話をしています。で、ちょっとここで、ここね、どういうふうにして治療をするのかしないのかっていうのを、皆さんと共有していきたいと思います。で、身長伸ばすっていうのは、まあ、うちのクリニックであれば皆さん病気じゃないわけですね。なので、必ずやらなくちゃいけない治療じゃないです。なので私としても治療って絶対しなくちゃいけないわけじゃないよというふうに皆さんに説明しています。で、その中でなんだけど、どういうふうにして なぜ治療すべきかっていうところね、を考え方を、共有していきたいと思います。で、大事になってくるのは、我々はお子様の、幸せを願っています。で、これは私もお母さんも変わりませんし、お子様ご自身もそこは間違いないと思うので、これは絶対目標なんですね。これがだから絶対
対的な目標、だからこれは変わらない目標ですね。これはどんな時も変わりません。これがまず一つ目のポイントになっています。でこれを我々は達成したいんですね。でこれを達成するにあたってどうですか、お子様が幸せになるにあたってどんな要素が必要ですか、ね、お金ってあった方がよくないですか、ね、あった方がいいですね。お金あった方がいいですよね。どうですかね、あのお子さんはどうですか、ね、勉強ってできた方がいいですか、できた方がいい、やっぱそうですよね。だから勉強もできた方がいいよね。まあその中でも例えば英語ができた方がもしかしたら今の時代いいかもしれないですし、まあ数学だってねできた方がいいかもしれないし、いろんな勉強も要素があるよねっていうところですね。どうですかね、コミュ力ってあった方がいいですか、コミュ力あった方がいいと思います、ね、やっぱり人生ね、コミュニティで どういうふうに活躍していくか、コミュ力こういうのも大事ですよねってことですね。あとどうですかね、最近なんかねルッキズムとか言うけどね、やっぱり見た目も大事ですかね、どうですかね、やっぱり見た目も、私もね、はい、なんだかんだ言って大事だと思いますよ。見た目もね、私のね3年前の動画の私の顔と今の顔見てくださいね、全然違うよねってことで、あとは例えば、ね、身長も同じですよねってことで、身長がここに入ってくるってことですね。でまあこういうふうにして、まあいろんな要素がある中の一つが身長ですよというふうに説明しています。で幸せになるために身長があなたにとってどれくらい重要なものですかとかね、例えばこれがそんなに重要じゃないよって人もいれば、これがミラクル重要だよって人もいるわけでね、それによって価値が変わってくるってところですね。なのでここはさっきお伝えした絶対的な価値観に対して、ここら辺って相対的な価値観なんですよね。例えばなんですけど、今回、まあ、身長治療をやるにあたっては1年間で500万とか、2年間で1000万かかるわけなんだけど、私は別に身長治療に全部このお金を使いなさいなんて全く思ってないです。ただしここに投下することによって幸せになるのであれば使いましょうねって説明します。例えば500万円をそのまま現金で渡してもいいかもしれない、もしかしたらね500万現金で渡してもいい、だけどどうかな、子供に現金で渡すとなんかろくな使い方しなさそうだなとかね、だからそういうふうに思ってます。じゃあ500万円分ですね、勉強にお金使う、これすごく私いいと思います。まあ、なんでかって私勉強大好きだからね、私が、こういうふうにあのね比較的活躍させていただいているのは圧倒的に他の人に勉強するからね、もう自信を持っていますね。多分この動画を見ていただいている方はですね、平均のアベレージで皆さんで大体ね50倍か100倍勉強してると思いますね、おそらくね。こういったところにお金使ってもいいかもしれないし、まあ、もしかしたら見た目なんですけど、ね、顔に投下してもいいかもしれないということで、まあね、今いろんな時代ですので、こういういろんな投下ができる、この中で幸せを願っていきましょうねって説明なんですよ。なのでこの中で結局は例えばだけど、身長っていうのは人生において重要じゃないっていう人もいらっしゃるわけだよね、もちろんね。そういった人に関して言うと治療はしなくていいですよね、関係ないよね。身長伸ばしたくない人、そういった人も別に治療しなくていいと思います。で目標と乖離がなければそれも治療しなくていいと思います。あとね、治療効果が得られない場合、これもやんなくていいと思いますよってことね。病的な異常があればうちのクリニックじゃなくて、それもあの他の病院で見てくださいね、説明ですね。身長もし海外で活躍するぞってことで、こういった方はかなり多いはずです、最近ですよね。特にですけども、これから日本の人口って確実に減っていきます。でその中で海外から日本に人が流入してくる、もしくは日本人が海外に行くとか、そういったことをしていかないと日本っていうのは、発展しませんというか潰れていきますので、ここら辺も結構私としては重要な項目になってくると思います。特に私の動画というか私のクリニックに来ていただいている方は海外在住の方も非常に多いですね。海外在住の方、皆さんよく私のこと見つけてくるなというふうに思うんだけど、世界中からよく私の方見つけていただきます。それだけ、海外在住とかしている方は、身長に対する意識もおそらく高いんだなというふうに私は考えています。身長のまして自信が増えて人生を増えて、これはまあほぼマストですね。こういった自信がやっぱり幸せにつながりますね。かっこいい大人になりたいとか、こういうのも通して幸せになってくるですね。だからとりあえず私は皆さんとどういうカウンセリングをしたいかというと、身長を伸ばすっていうことをもちろんと、私は専門としてるんだけど、それを通して皆さんに幸せになってほしいと私は思ってますね。私も厳しいから、だから子供にはねめちゃ勉強してほしい、正直言ってね。いやもう勉強もしてほしい。勉強って本当に素晴らしいんだよね。本読むとか、本とかね1500円とかで勉強できちゃう、もうあんなコスパのいいことって本当にないと思いますので、ぜひ私はこういった動画を通して日本人の子供たちに勉強するっていうのも、伝えていきたいと思います。はい、次、両親の身長低い、まあ、これは同じような感じですね。ということで、まあ、こういうふうにして考えています。はい、ということですね、今回ですね、まあ、ちょっとこの、まあ、子供の幸せを考える機会っていうのをね、皆さん、こうやって私に皆さん設けてるんですけど、どうですか、こういったことで何か感想はありますか？親ができることがあれば、できる限りやってあげたい。うんうん、本人が望むのであれば、まあ、やるのが親かなっていうふうに思うので。うん、そうですね、これちょっとぜひ皆さんと共有していきたいんですけど、お母さんが考える子供の幸せって何ですか？やっぱり自分に自信を持ってもらいたいし、まあ、後悔はしてほしくない、やっぱり自信、そして後悔のない人生ですよね。それはすごく素晴らしい単語だと思います。自信とね、後悔のない人生ということなんだけど、例えば、身長っていうのは、まあ、ちょっと例えば一つのね、皆さんとディスカッションしていきたいんですけど、何センチあれば自信が持てると思いますか？そう
それはやっぱりその人それぞれだとは思うんですけど、うん、やっぱり平均身長ですかね、うん、よりもやっぱりちょっと高い方が、うん、例えば171センチですね、うん、一つの目安がね、例えば後悔のない人生どういうことを指しますか。あの時期にあれをやっとけばっていう、うん、取り返しがつかないその時期にしかできないことを、うん、やってあげたいなと、うん、いいと思います。じゃあその中でなんですけども、ちょっと改めてなんですけど、今回175センチを目標というふうに仮定してたんですけども、どうですか、目標の設定はどうか変えても良さそうかなというふうに私は思いましたけど、どうですか、変えてみますか。そうですね、うん、そうすると今の話は私としては目標171センチとか、そういったのもいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、うん、例えばそういったのも一つの考え方だと思います。で次は後悔のないようにってことなんだけど、とはいえどもね、すごく値段も高い中でどういうふうに選択肢がすごく難しいと思う、そこ今どういうふうにお考えになりますか。これは別にその実際決めなくていいですから、ね、ただ皆さんに動画を通してこういうふうにして皆さんには、人生の選択をしていただきたいっていうのが、私の伝えたい内容なので、本当にですね、こういったところが、皆さんの人生を、私は変えると思ってますので、こういった動画を通して皆様にそういったところの、選択を、していただければと思います。で人生ってのは選択の連続なんですよね。例えば500万円借金してでもやるっていうのも一つも、案かもしれません。私借金してると全く思ってませんけども、でそこまでしてやるのかとか、そこが重要なんです。やっぱりだからその何が何でも何センチにさせたいかってところですね。そこの、見極めが一番重要になってきます。で、今回では171センチにどれだけさせてあげたいかっていうところが重要だと思います。で、例えばですけど、それが本当にもう急務というか、なんていうか、もう絶対的な、まあ全身全霊と私表現を使いますけど、全身全霊であれば、それは全ての、他の要素を入るでも、それに、投下するっていうのは私は正しい選択だと思います。ただし一方でなんだけど、いや、171センチになんとなくなれればいいなとか、そういったの気持ちであればはっきり言って治療なんてしなくていいと思いますので、そこを考えることは重要なんです。なのでじゃあ後悔のない人生というのはどういうことを指すかというと、私の考えですけども、それはしっかりと考えることですね。なので皆さんの気持ちをしっかりと、確定させることになっていきますので、それをぜひ覚えてください。でじゃあどういうふうにしてそのしっかりと考えるっていうところなんだけど、まずはやっぱお父さんお母さんが、個人個人で自分たちの考えをまとめることですね。171cm本当にさせたい理由、させたくない理由というか、そこの理由をしっかり明確する。その時にまずいきなり話し合わないこと、まずは自分の考えをしっかりと持つことですね。でその次に、子供を含めて3者で会話することですね。そして3人で改めてそこで目標を設定しますね。その目標設定をしたら、後悔ない人生というのがだんだん生まれてきますので、まずは自分の考えをまとめること、次に両親同士、お父さんとお母さんで話し合う、そして3番目に子供と目標をしっかり設定しますね。でそこでしっかり と判断した時に500万円を、他のことに使いましょうというふうな判断は私は素晴らしいと思うんですね。だから500万円分留学に使ってもいいと思いますし、数学の問題集買ってもいいと思うし、ただね、数学なんてできたって結局幸せになれないじゃんというふうに思うかもしれないし、ただそれをね、やっぱ考えることが大事で、それは私が決めることではなくて、お父さんお母さんたちが皆さんが考えるとね、その中でね、共通の目標が我々あるよと、皆さん我々も私も、お母さんたちも皆さんもお子様の幸せを願ってね、そこをよく理解していきますよ。はい、ということでね、ぜひね、お母さんが、こういった質問にパッパッパッと答えること、例えばなんだけど、身長っていうのは人生より重要だったと、イエスなんだけど、じゃあ今度細かくここ見ていきましょう。例えばなんだけど、身長が死ぬほど重要か、すごく重要か、重要、少し重要で1、まあ、あんまり重要じゃないってなったら、例えばこの5段階でどうです。私は4です、うん、いいと思う。こういうのがすごく大事だから、死ぬほど重要じゃないってことですね。例えばなんだけど、お子様のルックスどれくらい重要ですか。3番いいと思います。そうすると今回に関して言うと、顔よりも身長の方が価値高いんですよ。例えばお子様にとっての、学歴ってどうですか。すごく重要。それでは そうすると学歴と身長ってお母さんにとって同じぐらいなんですね、価値観としてはね。学歴で、あとはなんだけど、まあ、お子様のせい、まあ、お金ってどうですか。どれが重要ですか。3番ですか、ね、3番ぐらいかなって感じでこういうふうにして考えると、何をお子様にしてあげるべきなのかだんだん見えてきますよね。私今お話ししてると、ただお子様ってスポーツさせるとどれが重要ですか。スポーツ3番です、ね、いいと思う。だからそうするとだんだん価値見えてきますよね、うん、だからスポーツに500万使うよりは身長500万使って おそらくお子さんにとって幸せになると私が思うにね、まあ、それはお母さんの考える幸せだけど、それお母さんの考える幸せってのは、つまりそれがイコールお子さんの幸せで私はあると思う。
ね、だから学歴とは同じぐらい重要ってことだよ、ね、だから学校とか塾とかに払うお金と同じぐらいかけてもしかしたらいいかもしれない。別にそれ絶対じゃないけど、まあ、こういうふうにして皆さんもですね、本当に何が重要なのかってことですね、まあ、私はバリューっていう表現よく使いますけども、バリューをはっきりしていくんですね。皆さんの価値観をはっきりさせていくことによって皆さんの治療方針が決まっている。私が選ぶことはないです。皆さんが選ぶことですね。そういうふうに考えていただくといいと思います。どうですか、なんかなんとなく分かりました。はい、うん、なんか今のこう私のこのカウンセリングを受けてどういうふうな気持ちになりました？順を追ってやっていくと、うん、自分の考えが漠然としてるんですけど、それがまとまってくる、うんうん、おっしゃる通りですね。まず本当にこれはね、私そのもう本当に多くのお医者さんのですね、まあ、経営の相談とか、まあ、診療相談だっていうのとかですね、まあ、スタッフの相談とか患者の相談とか、もうめちゃめちゃいっぱい受けてる中で、まあ、すごく感じるんですけど、本当にそこら辺は全部同じだと思うんですね。バリューをはっきりさせていくっていうことですね。ご自身がどういった価値観の人間なのか、選択っていうのは価値観を持って選択できます。で、例えば人間と動物の違いって何ですかと言われれば、それは価値観が存在するかどうかなんですね。で、価値観が存在するとそういうふうに選択ができるようになっていくね。その価値観がないと選択っていつまでたっても混沌としますね。混沌という表現ですね。混ざり合うというか、そういった表現になってくるね。ぜひそこね、こういった機会を通して皆さんが、お子様の幸せについて考える機会になれば私すごく嬉しいと。本当にこの身長診断だけじゃない、私が伝えたよね。これを通して皆さんがどうやったらお子様幸せになる、本当に日本全体が幸せになるっていう方向に私はこれを通して向けていきたいっていう話ですね。はい、ちょっと大げさな話もちょっと。はい、じゃあちょっとここはまた戻りましょう。この先でよくあるご質問ということで、治療費や医療費控除の対象になりますかということで、対象になる場合がありますので、そこは十分、税理士さんに相談させてください。亜鉛のみ服用したいのですかとかで、サプリメントの中でも4種類あるんですけどね、一部分だけ服用したいって人もいるんだけど、とりあえず形こっちの方で選びますので、そういったことはできません。次、子供の身長、親の遺伝で決まってしまうんですか、そうじゃないよってことで、いろんな要素があるんですよってことですね。これですね、いろんな要素で決まるんですよってことですね。次、3ヶ月だけ治療したいんですけど、基本的にはやっぱ1年ぐらい治療するつもりで検討してくださいねってことですね。次、寝る子を育つって本当ですか、これは本当ですので、ぜひご検討ください。早熟晩熟から最終身長何センチが影響しますかと、これはね、本当に毎回毎回変わっていくようなデータになるので、今回に関してはかなり大きく影響するようなパターンになってきます。プリモボランで声低くなりますかと、低くなります。副作用大丈夫ですかってことで、まあ、こういったところは現状我々としてはかなり安全さを保ってたような、保っているような状況だと思います。次、女子の生理の始まりで身長伸びは止まりますかということで、まあ、かなりね、最終身長近くなってくるのは事実でしょうか、そんなことが書いてあります。はい、ということで、ね、これで一旦終了。それでですね、このステップ1が終わったので、このステップ2とかこういったところ見ていきます。ステップ2が身長線積サプリメントの服用方法とサプリの解説資料というのが入っています。まあ、こういうのですね、ということで、まあ、今回こういったのありますので、まあ、こういったサプリメント、ありますので、まあ、ぜひね、ご自宅で少し飲んでみてください。特にこのアミノ酸が皆さん飲みにくいって話ですので、まあ、そういったの試してみてください。そういったの試してみて飲めそうだなと思って、まあ、なんか先ほどお伝えしたような価値観がしっかりとまとまれば、サプリメント治療とかそういったのも受けていただいてもいいと思います。ここちょっとややこしいんですけども、これサンプルですので、実際に治療が始まるときは同じような内容なんですけど、もっとカスタマイズした内容で、お出ししますので、こう全く同じじゃないよ、ほぼ同じぐらいの理解でいといてくださいね。で、次、じゃあステップ3とか成長シートとか、ここで見ていきましょうね、とですね。で、こちらの方ですね、今回に関してはぐーっとね、ここは伸びが上がっててってところで、超早熟の典型的というわけじゃないんですけども、まあ早熟のパターンになって、ここからぐーっと上がったらこういうふうに落ちるタイプって説明になっていくので、この赤色が今回の、予測になってきて、ここにちょっと細かい話をすると、春季症状だけでいくと今回やっぱり160センチぐらいになっていきますので、名古屋の先生の、おっしゃることもよくわかるので、それはそれで正しいです。ただし今回は現在の身長結構高いんですよ。今のペースだけで174ぐらいになるペースなので、まあ、そういった意味だともう少し上振れする可能性もあるよってことで、今回私の方でもう少し高めの予想も入れています。ただ、基本的には160ぐらい、160前半ぐらいになると思って治療に臨む方が、今回は妥当だと思います。ただし168.5に行かない理由がない、そういうふうにご理解いただくといいかなというふうに思います。一方でなんだけど、175っていうのはこれはすごく難しいです、一言言うとね。なぜならば必ずこのグラフってこっち側に行きます。それはどんな治療を行っても必ずこっち側に行くので、そういった意味で治療を行っても難しくて、今回は例えば治療でやっぱり167.8とか、まあ、めっちゃうまくいった170いくとか、そういったような症例になってきます。であとはですね、こちら身長先生の身長計画、こちらの方もお出ししてますので、まあ、今後ですね、もうご自宅でも身長を測っていただいて、身長を測ったらこちらの方にですね、こうマーキングをしてですね、身長どういうふうに推移してたか、まあ、通院していただく方に関してもちろん私の方でやっていきますけども、まあ、こういうふうなご自宅で見られたい方に関してはこういった身長計を使いながら、こういったグラフがどういうふうに推移していくのかというのはぜひね、定期的にチェックされるようにしてください。いよいよね、ステップ4ということで、採血とかレントゲンの検査とかインボディの検査があるので、それも
少し見ていきましょう。こちらがですね、レントゲンの検査ってことで、骨年齢が 11.7 と 11.25 ってことで、ここもそんな早熟判定じゃないねって説明ですね。これが実際レントゲンの写真になっていますよ。側弯症も特に大丈夫かなって感じですね。まあ、1年1回ぐらいチェックしてみるかもしれません。体組成分析で皆さん見ていただきたいのが、特にここの体脂肪率の部分ですね、ここの部分ですね。体脂肪率測る機会皆さん意外とないですので、ここをしっかりと見ていきましょう。今回 7.1 ってことで、まあ、低いかなってところで、まあ、もっとご飯しっかり食べてもいいよってところですね。これ 20% を超えてる子に関して逆に言うと、調節が必要ですので、まあ、こういったのも、ご注意の対象になっていきます。採血の説明ってことで、まず成長ホルモンの値ですね。こういったのは異常ないよって説明ですね。ALP の方371ってことですね。車で言うと速さに該当する内容ですね。こういったところも見ていきます。ピークで 500g を超えるような内容になっています。ビタミン D18.1 低いね。これね、もっと上げないとね。鉄、これ18、これだ絶対ダメ。こういったのはしっかりと補充していかないともったいないです。鉄が欠乏すると 44% の伸び率が落ちる可能性があります。TIBC も同様にして鉄の指標になって、こっちの方はあんま高くないんだね。はい、次、甲状腺異常ないよとか、テストステロンが 0.12 ってことで、もう検出あるんだけど、これもすでにプリモボラン飲んでますので、まあ、おそらく抑えてこの数字っていうところだと思うので、まあ、こういったのも今後、注意が必要になってくる。で、プリモボラン投与する量に関しても多すぎてもダメですし、少なすぎてもダメですので、そこら辺は、まあ、知見の深い先生と一緒にやることをお勧めします。その方が異常ないよという説明だと思います。はい、まあ、こんな感じですね。はい、お疲れ様でした。はい、どうですか、資料のこの盛りだくさんぶり、いかがだったでしょうか。そうですね、後でじっくりもう一回見てみよう。そうですよね、多分おそらくかなりのボリュームになってくると思います。はい、まあ、逆に言うとどうですか、まあ、これね、皆さんにお送りするあたってね、結構私たちは自信を持ってお勧めしている内容なんですけど、どうですか、そういった意味だと。結構楽しみにしてたんですけど、うん、まあ、予想通りというか、まあ、うん、動画とかも見ていたので、曲線的には加工していくんだなっていう、ちょっと、うん、これから栄養が全然足りてなかったので、うん、そっちの方で頑張りたいと思ってます。わかりました、です、はい、はい、ということで、まあ、今回ね、まあ、K さんってことですね、名古屋の方から来ていただきまして、はい、どうですかね、これ名古屋に待って嬉しくないですか。はい、やっぱりここまで来るのはかなり、うん、今日も朝から来たんですけど、うん、そうですよね、はい、大変なので、それはもう本当に名古屋でこういった先生みたいな病院があれば本当にありがたい、うんうん、そうですよね。でこの新潮先生は新潮診断というサービスはレントゲンと採血さえできれば全部オンラインで完結できるんですね。なので、名古屋の先生、まあ名古屋じゃなくてもいいんだけど、その、まあ、愛知県すごく私実は患者さん多いんですよ。なので、名古屋とか愛知県でやっぱりですね、こういうふうにレントゲンと採血をご協力いただける先生がいたらね、ぜひご協力いただきたいと思いますよね。私は2024年の8月10日にですね、トールジャパンという新しいミッションの方を発表させていただきました。開業して4年間、もう新潮先生と名乗ってからもうこれで6年ぐらい経つのかな、分かんないけど、っていうところで、私としては今まで、まあ、最初はね、自分自身がやっぱり人気のお医者さんになりたい、日本で一番のお医者さんになりたいと、思って、こういった活動を始めてきました。で、まあ、おかげさまで幸いにも、まあ、自分で言うのもちょっとおかしいかもしれないけども、で実際に世界中からですね、私の身長治療を、受けにですね、まあ、わざわざ来てくださっている状況に、本当に感謝しています。まあ、一方でなんだけど、まあ、これだけで終わってはいけないというふうに、まあ、強く思っています。今までは私がどうやったら人気になれるかなとか、私のクリニックがどうやったら発展するかなとか、患者さんにどうやったらいい治療を、提供できるかなとか、そういったふうにですね、患者さんと私たちがこう1対1の向き合うような関係だったというふうに考えています。ただしこれから2024年の8月の10日以降はですね、患者さんと我々は、仲間の関係になっていきたいというふうに私考えていますね。もちろん私最高の治療を皆さんに提供するというのはもちろん約束していきたいと、それが大前提ですよ。それは大前提なんだけども、患者さんと新しい一緒に未来を作っていきたい、別の表現を使うと、私はこれからですね、日本の社会課題を解決していくということをやっていきたいというふうに考えています。で、社会課題というのはそれは今回においては身長って言うんですね。私も身長以外の仕事ももちろんやってますので、まあ、いろんなミッションがあるんですけど、身長に関してはトールジャパンという未来を作りたいというふうに考えてますね。身長ってどうやら幸せの中ですね、一つの大きなファクターですよね。うん、だからそういったところを通して一人でも幸せな子供を増やしたい、そういうふうに考えています。もしくはなんだけど、身長が低くて悩んでる人も多いと、そういった意味では悩みをゼロにしていくとか、そういった意味で私こういった言葉を、今使ってます。よりよく生きる医療ですね。医療っていうのはもともとなんですけど、まあ、昔どうですかね、やっぱり、ね、細菌ですよね、いわゆる細菌で死んじゃうね、ペニシリンが開発されたとか、ね、いわゆるね、細菌でばい菌で死ぬ時代が昔あったんですね。でその次はガンと戦うんですよ。
がんたくさん死んじゃう人がいたってことですね。で、今の時代ですね、まあ、そういったもちろんね、生きる死ぬっていうのはもちろん医療によって大事なんですけど、今医療に求められてるのってどうやってもっとよりよく生きるかっていうところだと私思います。で、まあ、昨今のですね、まあ、美容整形がですね、こういうふうにグワーッと発展したりとか、そういうところもそうですし、やっぱり、ね、医療っていうのは単純に生きるだけじゃないですね。どうやってもっとよりよく生きるか、まあ、さっきのカウンセリング言葉を使えばどうやったらもっと幸せになれるかっていうことがすごく重要だと思ってます。で、特にですけど私のね、身長治療っていうのは病気じゃない子を専門としてますので、別に全員治療しなくていいと思ってます。ただ全員私は幸せになってほしいんだね。そういった意味で、そういった思いを皆さんと共有していって、新しい世界ですね、まあ、トールジャパンですね、まあ、身長高いジャパンってことで、なんか分かりやすいですね。トールジャパンっていう未来を作っていきたいですので、まあ、今回であればね、名古屋の方ですので、まあ、名古屋にもですね、そういう風な、身長治療ですね、提供できるようになっていきたいですので、そういったね、ご協力いただける患者様、患者様に関しては別に何か特別してくださいと思ってません。単純に声を上げてくださるだけで構いませんので、まあ、コメント欄にですね、名古屋にも作ってほしいとかですね、そういったのを書いていただくだけで十分だと思います。もちろん動画の中で喋っていただける方がいれば、もよっと嬉しいですけども、一緒にですね、こう協力して、そういう風なですね、トールジャパンっていう意味をね、作っていきたいと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。どうも。ありがとうございました。